アドロン・ラマー・チェンバースは、アメリカ合衆国フロリダ州ペンサコーラ出身のプロ野球選手、宇藤左ヒペンサコーラ高校在籍時はアメリカンフットボールをプレイしていた。その時のポジションはクォーターバックだった。ミシシッピ州立大学にアメリカンフットボールのスポーツ推薦で進学する。その後、野球に転校し、ペンサコーラ大学に転校した。 友情パレード2007年の MLB ドラフトでセントルイスカージナルスにドラフト38巡目指名され入団。この年は参加アドバンスルーキーリーグのジョンソンシティカージナルスで36試合に出場した。2008年は A 級クワッドシティリバーバンディッツに昇格した。2009年は A 級パームビーチカージナルスに昇格した。2010年は a 級スプリングフィールドカージナルスとトリプル a 級メンフィスレッドバーズでプレーした。2011年9月6日にセプテンバーコールアップでメジャーに昇格し、同日メジャーデビューを果たした。10月28日には怪我で離脱したマットホリデーに代わってこの年のワールドシリーズにロースター入りした。2012年はマイナーとメジャーを行き来した。2013年も 前年同様マイナーとメジャーを行き来した。この年のナショナルリーグチャンピオンシップシリーズにはロースター入りした。11月5日に FA となった。2013年11月にヒューストンアストロズとマイナー契約を結んだ。2014年はスプリングトレーニングに14試合出場した後、トリプル a 級オクラホマシティレットホークスに移動した。開幕戦に中堅手で勤め入りしたものの、 4回に、左薬指を負傷し、DL 入りした。5月11日に、復帰した。6月12日に、アレハンドロ・ソラルテとウィル・デューポンとのトレードで、トロント・ブルージェイズへ移籍し、サンカトリブル A 級、バッファロー・バイソンズへ移動した。オフに、FA となった。12月23日に、シカゴ・カブスとマイナー契約を結んだ。年月日に自由契約となり、 オフは、ベネズエラのウィンターリーグでプレー2016年6月13日に、独立リーグアトランティックリーグのブリッジボートブルーフィッシュと契約するが、30試合の出場で打率。218を喫し、7月26日に解雇となる。29日にアメリカガソシエーションのゲイリンサウス・ショア、レール・キャッツと契約。8月4日にトレードで、 カナディアン・アメリカン・リーグのオタワー・チャンピオンズに移籍。2018年2月12日に、フィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。チャンバーッツ・アマングスリー・ウトライテッドオフ40、マンドスター・チャンバーズ・アマングスリー・ウトライテッドオフ40。 マンドスターハット http コロンスラッシュスラッシュゲームズ .espn.go.com スラッシュ f l b スラッシュモービレスラッシュウェブスラッシュ playerupdh e プラリドイコール 3248&wjb ハットエイドレンチャンバーズ2レポート2バイソンズブルージェイズアクワイアウッドフィールダーアクワイドインエイトレードハットロートワイアスタッフフィリーズ エイドレン・チャンバーズ・サインズ・ウィズ・フィラデルフィア。https www.cbsports.com ファンタジー・ベースボール・ニュース・フィリーズ・エイドレン・チャンバーズ・サインズ・ウィズ・フィラデルフィア。2018年3月11日閲覧。ありがとうございます。